アイリスオヤマは子供用の紙おむつ事業に参入し、来年前半をめどに生産を始めると発表しました。国内で紙おむつ事業から撤退したオージネピアの元気ブランドで販売する計画です。アイリスオヤマは紙おむつやマスクなどヘルスケア部門を強化し、2030年の売上高を現在の6倍近くとなる。 400億円に押し上げたい考えです赤ちゃんを抱えているご家庭との接点が生まれる、さらに我々の商品を知っていただく、使っていただく、そういった環境を作っていきたい。